トリーパンブルーは染料として使われるアゾ染料である。綿織物の直接染料。生物科学分野では、死組織、または死細胞を青色に選択的に染めるための生態染色剤として使われている。無傷の細胞膜を持つ生細胞、または生組織は染色されない。細胞は細胞膜を通過する化合物に非常に選択的であるため、 生きている細胞ではトリパンブルーは吸収されない。しかしながら死細胞ではトリパンブルーは膜を横断する。したがって死細胞は顕微強化で独特の青色として見える。生細胞は染色から排除されるため、この染色法は色素排除法とも呼ばれる。なおトリジンブルーとは異なる。トリパンブルーはオルトトリジンが持つ二つの網のもを ジアゾ化した化合物に、それぞれ一分子ずつの1アミのマイナス8トールマイナス3、六次する本3が、アゾカップリングした構造をしている。トリパンブルーの名前は眠り病を引き起こす、寄生虫であるトリパノソーマを殺すことができることに、由来する。トリパンブルーのアナログであるスラミンは、トリパノソーマ症に対して、薬物治療で使用されている。トリパンブルーは、 ジアミンブルーやナイアガラブルーとも呼ばれる。トリパンブルーに対するモル吸光係数はメタノール中607ナノメートルにおいて 604m-1 センチメートル1である。トリパンレッド及びトリパンブルーはドイツの科学者パウル・エールリヒによって1904年に初めて合成された。トリパンブルー染色された端子均衡母クリプトコッカスの細胞の 光学顕微鏡画像。生細胞は透明に見え、非細胞は青色に染色されている。量、矢印付きバーは10マイクロメートルを示す。トリパンブルー染色を用いた白いぬなずなの花内の油鍋と病菌の光学顕微鏡による観察。トリパンブルーは顕微鏡検査や組織生存の判断のために実験用マウスで一般的に使われる。 この手法はエシした細胞とアポトーシスした細胞を区別することはできない。トリーパンブルーは、心筋の筋脂やストラメノパイル類を観察するために使うこともできる。トリーパンブルーは、連続感情脳石灰を形成する前に、成熟白内障が存在する中で視覚化を助けるため、水晶体全脳を染めるために白内障の手術においても使われる。20世紀初頭、 トリパンブルーの動物への注入で脳と脊髄を除いた全身が染色されるという観察に基づいて脳を保護する障壁の存在が推論された。ただし、この染料は脳流といった特定の出生以上の原因となるかもしれない。ありがとうございます。